オレンジ小賀店の平田と申します。オレンジ小賀店は和歌山桂木町ナンバーパークスに続き関東初出店の3店舗目となっております。3店舗目のこちらの小賀店は、フリークスストアとの共同での店舗となっておりまして、オレンジ以外にもフリークスストアのコンテンツが入っているお店となっております。私自身はアウトドアの方を5年ほどやっておりまして、テント泊から車中泊、ソロキャンプ、グループキャンプとさまざまなジャンルでアウトドアの方を楽しんでおります。アウトドアスパイス堀西になります。こちらの商品は、万能スパイスとして非常に大ヒットを記録している商品で、自分も実際に愛用しているんですけど、お肉はもちろんいいんですが、パスタやサラダ、卵かけご飯など本当に何にでも合わせていただいて使えるっていうのが特徴となっております。最近では武田バーベキューさんが堀西のレシピ本を出すほどに、たくさんのレシピを作れるほどのスパイスとして、使っていただける非常におすすめの一品となっております。ご紹介するのは九鉄の鉄板になります。こちら 9mm の厚みで非常に重みのある鉄板になっているんですけど、こちらの最大の特徴としては角に油の注ぎ口が出ているので余分な油を排除できるというのが非常におすすめのポイントとなっております。で、 9mm の厚さになっているので非常に蓄熱が高く、余熱調理など楽しむのに非常におすすめです。自分も実際にソロキャンプに行ったりするときは、シングルバーナーの上に乗せて使ったりするんですけど、美味しくお肉を焼くには非常にいい鉄板となっております。はい、お次にご紹介するのはマウントスミのパーフェクトグリルミニになります。こちらは非常に設営の方が簡単で1分もない時間で組み立てることができます。こちらのグリルはソロキャンプにも非常に適していて、こちらのトートバッグのサイズに収納することができるので、バックパックでキャンプに行く方やバイクでツーリングキャンプをする方などにも非常におすすめの商品となっております。トングの方と、受け皿の方がついていまして、受け皿の方に焼いたお肉はすぐに移せるような構造となっております。こちらの商品は実際に自分も使っているんですけど、自宅などで気軽にちょっとバーベキューしたいななんて時とかに簡単に出して炭を数個火つければ使えるので非常に手軽に楽しめるところと、ソロキャンプにも非常に適しているサイズとなっておりますのでおすすめとなっております。お次にご紹介するのはマウントスミのホットサンドメーカーになります。こちらは普通の袋がついているのとコンパクトにできるのが非常におすすめのポイントとなっております。取っ手の部分を折りたたみことができるので、ソロキャンパーさんなどの方にも非常におすすめできる一品となっております。で、開けていただくとこちらダブルの構造になっているので、ファミリーキャンプする方などは1回で4枚のホットサンドメーカーを焼くことができるので非常に利便性に優れているというところがおすすめのポイントです。また、すぐに取り外しができるようになってますので洗うのも簡単なので非常におすすめです。はい、お次にご紹介するのはミンテージのウォータージャグ5リッターになります。最大の特徴はやっぱこの可愛いフォルム、フォルムがすごい可愛いのでどんなキャンプサイトにもすごい合わせやすいっていうところが非常にポイントなんですけど、こちらの方に水の方だけ溜めといていただければ、洗い物とかその場でできたりとか非常に便利で自分も使っております。あとは、この蛇口ですね、蛇口の方がずっと出しっぱなしに水をできるので非常に使いやすい、ウォータージャグとなっております。はい、最後にコラボ商品のご紹介です。こちらの商品はオレンジとフリークスストアでタッグを組んで作っている商品となっておりまして、ベストの他に、ジャケットとパンツが出ております。こちらの商品は軟熱素材となってますのでフィールドでの使い勝手のほか、街着でも非常に使いやすい商品となっております。オレンジ小賀店ではギアの他にアパレルも取り揃えております。品揃えを売りにしておりますので、たくさんの商品が見られて楽しいと思いますので、ぜひご来店お待ちしております。